はい、では新しいところに入ります。私たちの生活と文化の役割というところで、我々の生活文化、これについて見ていきたいと思います。で、生活はいいんですけど、文化っていう言葉自体が結構難しいですよね。文化って何って言われると答えられないですよね、なかなかね。で、憲法、日本国憲法には、日本人は、我々はですね、健康で文化的な生活を送る権利を有するというふうに書いてあります。で、この時の文化と文化的な生活っていうのは、結構こういい生活とか、なんかこう不足がないとか、苦しくないとか、そういった意味で文化的、文化という言葉を使ってますよね。こう安定的な感じですよね。で、一方でなんか我々日本人は箸を使う文化だからとか、お辞儀をよくする文化だからとか、自分をこう低くする、なんだろう、自分をこうへりくだる文化だからとか、言ったりしますよね。はい、この時の文化っていうのは行動様式だったり、価値観だったり、そういったことなんでしょうね。で、文化というのは、文化センターで、っていうのが、日本でも結構あったりとかして、そこで習い事をする。だから教養の意味でも使われる。だから本当に文化っていうのはとっても掴むのが難しい、ものだと思いますね。カルチャーというのね、カルチャーって英語でカルチャーですが、その文化だから、なんかこのその地域独特の大切なものというものでいいと思うんですね。はい、ただじゃあ一体文化っていうのはどういうものなのかっていうのを考えることもまたこれ大事なので、こんなところで使われるな、だったらその文化っていうのはこういう定義なんじゃないか、いろいろちょっと考えてもらいたいなというふうに思います。で、今回はですね、学習課題、私たちの生活における文化の役割とは何かということですね。文化ってその地域独特のその大切な何かをなんですが、これが我々にこう、与えている役割ですね。これ何なのかということですね。で、文化から、まず1番目ですが、文化から生み出された分野というところですね。で、これによって生み出されるものがあるんですね。実際そのいくつか、例えば科学では、技術の発達によって、例えば医療分野が発展するだとか、それから航空分野とか、食料の分野だとか、こういった技術が発達することによって我々に豊かな生活をもたらしてくれましたよね。それから宗教も一つの文化ですが、これ宗教としては、我々宗教観がないというふうによく言われますけども、何らかの宗教的な感覚はあると思いますよね。例えばその神社に行ってお参りをする、神社に行ってこうね、参拝したりとか、お墓にお参りをするとか、これ宗教的なその行動なので、で、そうなるとその宗教っていうのは、実はどういうふうにすれば自分は良い生き方ができるのかっていうことをこう学ぶ機会にもなると。さらに芸術については、豊かな心を育むので、とても役に立っているというところですね。だから文化、その地域の独特なものが生み出したものっていうのは、我々にいろいろないい影響を与えているんだというふうに思いますが、実は文化があることによって、その文化が我々の生活に牙を剥くことがあるということです。文化の役割と課題なんですが、例えば、東日本大震災では原発事故がありました。で、原子力発電所っていうのは、事故が起きる前はもう絶対に事故起きない、もう何重にも、守られている。例えば、地方でね、その何か事故が起こったとしても、東京からの遠隔操作で止まるんですよとかね、あとジャンボジェットがもしその、原発にこう墜落してしまったということがあったとしても全然問題ないですっていう風な説明がテレビでもされていたのを覚えています。しかし実際には起きてしまったということですね。だから絶対安全、信頼できると言われる、ものであっても、やっぱりそこから科学
という発展の中で、それが大きな問題を引き起こすってこともあるんだと。で、さらに、宗教っていうのも良い生き方をするっていうふうな見方がある一方で、他の宗教をこう敵対するということがあったりして、宗教同士の対立があったり、また宗教というものをこう装って誰かをコントロールしたりする、操作をするっていうことも起こってきたりするということですね。だからそれぞれ、文化というのが大切なもので、とてもいいものなんですが、一方でその文化の使い方を間違えると、良くないことが起こってしまうだろうということでしょうね。なので、我々は考えなきゃいけないのは、どういうふうにその文化というのを正しく役立てるか。これが、役割、大切なものかもしれないなというふうに思います。学習課題、私たちの世界に、生活における文化の役割とは何か、これをもう一度考えてもらいたいなというふうに思います。以上で終わります。